はい、こんにちは。日本改革党、まだ豊島区議会議員くつだりょうでございます。無意自然様、吉恵美様、清宮様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがとうございます。のと様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。早速送らせていただきますんでよろしくお願いいたします。都庁、支部長通達、ですね、日本は超個体であるの原稿、漫画家になってない前の原稿をメールで送っておきました。日本改革党の政策や考え方は全部あれに乗っ取っておりまして、まあ私今まで何百本も動画上げてますけれども、それも全部超個体に乗っ取っておりまして、そういうのを理解してれば支部長が勝手な考えで外れたことを言ったりやったりしないんじゃないかと思いまして、結局日本改革党は超個体主義の党であるということで、名党しといてください。よろしくお願いいたします。今日都庁で出馬記者会見やってまいりました。参院選立候補表明っていうのかな、そこそこ集まりましたね。12、3人。これやらないと出馬予定者と見なしてもらえなくてですね、報道してもらえないんで、やむ得ずということですね。あとですね、これやらないといろんなところからバラバラに、写真撮りに行っていいですかとか、すごいの結構10ぐらいの会社から電話切っちゃですよ。都議選の時やんねえ出て、ぼーっとしてたらそうなっちゃったんで、今回は最初から一遍に集めてね、写真バシャバシャ撮ってもらって、みんなそれ使ってみたいなね、いろんな報道に使う写真も各社が撮っておりました。記者クラブなんだから代表して撮った、誰かが撮った写真使ったらいいじゃんね、グループじゃねえのかよ。全然機能してないみたいですね。政策アンケートも各社バラバラに来ておりました。全然記者クラブ機能してねえな、いらねえな、なんて思いまして、政策アンケートっていうのはですね、9条破棄に賛成ですか反対ですかとか、夫婦別姓に賛成ですか反対ですかみたいなアンケート、何十項目かあるんですけれども、記者クラブいらねえなって感じになります。で、記者会見なんですけど、私の略歴とですね、何年までこれやってて、みたいな、とですね、政策、例のチラシに書いてある9条破棄であるとか、外国人生活保護廃止であるとか、あと皇室男系維持なんかは当たり前だから書きませんでしたよ、言ってきてですね、あと国会議員に、を目指す理由として、国会議員になってテレビと新聞の異常さを広めたるで、そのために国会議員になるで、って言ってまいりました。テレビ局員と新聞社員に。面と向かって異常だお前らって言われて、さぞかし不愉快だったのか、それともですね、これは報道すんな、これは報道しろ、であるとか、番組の映像作るところ、権限なさそうな、若者ばっかり、30代ばっかりですね、いわゆる下っ端の記者ばっかだったんで、俺は関係ねえって他人事なのか、その変更報道してるって、お前ら異常だって言われても、それ俺らと関係ねえ、みたいなね、下っ端だからなのか、今日の記者会見と、にですね、これも言ったろうかな、思ったがやめたニュースがこちら。テレビ局が大学生人気就職先ベスト100にも入っていなかった。なんか金融とか保険とかが人気で、テレビ局がなんとですね、一番人気がテレ東。これ東京から離れたくない人が多いってことなんでしょうかね。
下手げにね、何 TBS とかフジテレビとか入っちゃうと、まあ、地方局に飛ばされる、出張単身赴任ありますもんね。テレ東が109位が最高だって、テレビ局の1位。その後の順位は NHK、TBS、日テレ、富士、テレ朝だったらしいです。大学生人気。まあ NHK が人気あるのはあれですけれども、まあちょっと足元危ういですからね、NHK もね。そもそもテレビ見なくなる人、見てねえよっていう人増えてんもんな。増え続けるもんな、今後な。ネットの反応です。定年まで働けなさそうだし。そうだよね。新卒、今、定年65じゃないですか。22、3の子は40年以上ありますね。半日ばかりやっている反社団体、オワコン業界だもの。これ言ったろうかと思ったんですけど、NHK とか来てたから、それより日常会話を入力したら、勝手にホテルに誘ってくれる翻訳アプリを探してるんだが。TBS に聞いたらいいですね、これね。TBS の佐藤直樹っつったかな、名前。とう名前バレてしまいましたけれども、どう考えても、社用産業だし、質が下がるわけだな。納得。どう考えたって、未来ないしな。半日ばかりやってるからだろう。前期高齢者だが、もう10年ぐらいテレビ見てないわ。前期高齢者って60から64歳までの方、ですか？高齢者っていうのが65歳から。で、後期高齢者が75歳からだったような、ちょっと記憶あんですけれども、麻生さんなんか自分が健康なもんだから、もう70からにしない高齢者は、って言い出しておりますけれども、まあそうすると定年70歳とか、いろいろしなくちゃいけなくて、まあ難しいんでしょうね。各家私ももう20年ぐらいテレビ持ってませんしね。新卒さんなんか定年まで40年以上もあるし、息の長い倒産しそうもないところに就職したいのが当然ですよね。日本で一番どこが倒産しないんだろうか考えた時、やっぱ公務員とか、あとは例えばですけど、日本政府がなくなってもなくならなさそうな三菱とかね、三菱 UFJ とか、三菱重工とか、まあ三菱グループね。日本政府がなくなっても三菱グループ残ってそうじゃね。そういうとことかね。テレビ局はどう考えたって、あと40年持たないよ。持ちませんよ。いや、細々とは生存していくかもしんねえけど、今みたいにブイブイ言わしているようなことは、できてないでしょ。このブイブイっていうのにピピッと来た人はおっさんおばさんです。これは昭和の言葉であります。10年だって怪しいわね。10年持つかな、テレビ業界。テレビが憎くて憎くて滅ぼしたい、吊るしたい、私のような人間がギャンギャンこうやって言うんだしね。10年前ならテレビマンに向かってテレビは異常って言うかなっていう話なんですけどね。そんだけまあテレビへのヘイトをあからさまにしても不思議じゃない、叩かれない世の中になってきたってことですわ。まあ若いテレビマンなんかはもう慣れてんだろうな。取材に行った先で、帰れとか国賊とか売国とか言われたり、今日の会見録画はなしでした。ごっついカメラ持ち込んでる、新聞社テレビ局は、ありませんでした。ということは、テレビ報道はなしと。まあ、できたもんじゃありませんけどね。動画上げておりますんで、そちらの方でご覧になってください。多分私の記者会見の映像は、これっきり、だと思いますんでね。どっこも撮ってなかったらな。まあ、活字で、チラッと報道されたってもですね、テレビ新聞は異常だぞ、国会議員なんてそれ広めてやからってとこは、まあカットされんでしょうね、きっとね。まあ俺なら書かないな。草のものから画像提供ありました。6月10日19時、八甲前山添拓、
6月12日14時吉祥寺、これなんていうの、紫の飛鳥、死の飛鳥、三鷹市議と一緒に内裏たすき、同日17時、大井町、大井町かな、内裏たすき、同行している共産党お抱えカメラマンのシャツにですね、米国政府からテロリスト認定されているアンチファの文字、まあ、あの山添拓参議、内裏たすきの事前運動で選挙違反しないと死んでしまう病気にでもかかってるんでしょうか自分の意思なのかな、それとも党の命令なのかな、死の飛鳥三鷹市議って共産党なのかなって思って検索してみたら、まあこういう人でした。私ブロックされてました全然絡んだことねえのになんかね、靴沢が大っ嫌いなんだか怖いんだか死んねえけど、そりゃねえべっていう話なんですけどね。今日国会で参院でですね、侮辱罪厳罰化法案が可決成立いたしました。変更点、1年以下の懲役、罰金30万円、控訴時効が1年から3年に延長と。だから3年前の書き込みで、いきなり捕まっても、あれですね、うかうかしてらんねえっていうことになります。ネットの反応です。文春みたいな暴露はいいの？事実を並べるのは OK。施行直後は、見せしめのため、取り締まりが厳しいぞ。激しいぞ。侮辱罪の基準が変わるわけじゃないぞ。量刑が変更になっただけなのに、なんでそんなに騒ぐの？そもそも木村さんの件は、フジテレビが原因では？うかつに、アホの進次郎とか、言えなくなるの？言えます、これ。公人、政治家は、ね、ゆるいっす。安倍川左翼は、大丈夫？試験ですけど、まあ、罪に問われる基準は、不変なので、今まで通り気をつけてれば大丈夫です。議員のような公人、まあ、あと財務省の幹部の方、なんかの権力持ってる人、有名であることで生活してる芸能人やタレントや、まあ、小説家なんかも入りますけれども、まあ、有名税ってやつですか、有名であるがゆえに、それで食えてるような人は、準公人で、嘘でもない限り、バーカバーカ言っても大丈夫です。嘘はダメよ。なので、左翼は今まで通り、安倍がやっててもいいんですけど、嘘はダメですけど、嘘だと言われても、反論できる証拠があれば、まあ別ですよ。安倍は犯罪者だーなんて言ってですね、嘘だっぺって言われて、証拠はこちらに行って、提示できんなら、いいですけど、名誉毀損は事実でもダメな場合があります。実はこれ、うるせえちびちんこで訴えられて敗訴した人知ってます。それが事実であってもです。ハゲとかはどうなのかな。ちょっと微妙ですね。ハゲハゲ言ってもハゲの人にさ、それが事実でも。まああんまりしつこかったらやられんじゃない？まあ程度問題ってことで。脳みそが腐っているため、基準は変わらないよ。罪に問われる基準は変わらない。罪が重くなっただけで。この理屈が理解できなかった立憲と共産が本会議で反対いたしました。政治家への批判も罪に問われる恐れがあり、言論の自由が萎縮する。という理屈で反対なんだそうですけど、まあまあ批判したいってことですかね。ネットの話です。匿名おじさんざまあ、立憲と共産って訴訟ばっかしてなかったか、実は公明が一番多いっていう話。で、とうとうね、公明、何でもかんでも訴えるもんだから、裁判所でも、司法、法務省からちょっとって言われて今控えてる。っていうことらしいんですけどね。普段から誹謗中傷してるのは立憲共産党とその支持者ということ。立教は普段から他人の侮辱やってるから、立憲と共産は他人を侮辱しないと死んじゃう病気なんだろうか。
自由に侮辱したいんだな。全員が対象なんだから、いいんじゃないんですかね。まあ、自分も他人も全員対象、同じ基準でいうことですからね。誰にでも噛みつくフェミも、文句言ったら、年がら年中ジャップだの、日本人として慰安婦に謝罪すべきだの、半導体は中国にはかなわないとか、組織的にネット工作やってるですね、バンクだの、ごもうだの、最近では、ロモーってやつ、ロモーって言葉も現れました。ロシア用語ばっかしてる工作員のことなんですけどもね。まあ、ごもうが、友好国のロシアを配慮して、自主的にやってんのかもしれないですけど、ロモー。なんかあれですね、ハゲを、想像してしまうのは私だけでしょうか。立憲と共産はこいつらの便宜、あ、間違っちゃった。便宜って書いちゃった。便宜を図るために反対したんでしょうね、きっとね。金と人でもらってる手前ね。これ票はもらえないから、日本人じゃないんで、票はもらえないんで、まあ献金、本当はダメなんですけどね。迂回すれば。あと会社を通せばっていうのはありますし、あと人で選挙の時のポスター貼りだの、チラシのポスティングだのをもらってる手前ですね。あんたらの味方ですよん。で、ネット工作やってる外国人どもにアピールしたんでしょうね。罪がに問われる基準が下がるわけじゃないから、今まで通りなんですけども、まあ侮辱しなきゃいいじゃんって、思いません？侮辱しなきゃいいじゃん。誹謗中傷やんなきゃいいじゃんって思いません？ネットでね、他人を誹謗中傷しないと死んじゃう病気なのかな、こいつらな。参院選公約の一つ、スパイ防止法っていうのを私あるんですけれども、獣医師法は獣医が対象ですよね。一般人には関係ないですよね。スパイ防止法はスパイが対象なんだから、一般人には無関係ですよね。同様にですね、侮辱罪は侮辱する人対象なんだから、侮辱しなきゃいいじゃんね。どうしても侮辱したいのかね、誹謗中傷ね。この反対に笑いますね、立憲と共産だけが反対したっていうのは、正体丸出しやな、思いますよ。6月14日に、閣議決定される予定の少子化社会対策白書の内容が判明いたしました。会員登録から出会いまで全ての手続きをネット上で完結する婚活サービス。なんだそれ。人工知能が24時間対応する子育て相談など。なんか自民党のおじいちゃん議員の皆さん、人工知能とかデジタルとか言えば何でも解決するって誤解してませんか？誤解してません？おじいちゃんたち、自民党のさ、ネットの反応です。マッチングアプリと何が違うの？違う、そうじゃない。それいくらでもある婚活サイトやん。結婚しない理由を全然分かっていないということが分かった。万策尽きた感がすごい。何もやってないのにな。結婚を諦める人数が増えているのが問題なのに、利便性じゃなくて動機づけが必要なんだぞ。結婚の動機づけね、振られた回数まで政府に記録されるの、いや、試験ですね。東大での官僚が頭突き合わせてひねり出したんがこれか。国営婚活サイト出会い系かってね。主催どもが本当に何も分かってないとしたら絶望的なんですけど、まあ分かっててもですね、財務省に逆らえなくてしゃあなしで出した案であると思いたいところですね。こんなら、そんな金かかんねえし、みたいな。まあ少子化の根本原因は経済問題と過剰な個人主義ですよ。洗脳と言ってもいいですけどね。靴沢は26歳で結婚いたしました。その頃のですね、実質税負担率は 36% 程度でした。今は 48.1% であります。こんな重税でね、若者が未来に希望を持てないっしょ。持てるもんですか？
でね、我々おっさんたちが若者によ、希望を持って、結婚して、子供を産みなさいって言えます？言えないですよね。賃金はね、30年もずっと上がってないしね。実習制度とか、外国人実習制度とか、外国人労働者とかで、労働力を輸入すんのやめろって。労働力の輸入はよ。そしたら労働力の方が需要より多くなってダブついて、単価下がっちゃうんだから、30年それやってきて、まだわかんねえのかな、ばっかだなって思います。超個体主義から言うと、こんなの許せねえからね。親戚の賃金減らして、他から、親族以外から、一族以外から、労働力輸入するなんて、許せねえですもんね。経済政策については、豊島支部長、斉藤が詳しいので、そちらに喋らせるとしてですね、過剰な個人主義っていうのは、まあ、日本人に子供を産んでほしくない左翼と外国政府の大宣伝であります。自分らしく生きるなんていうのも、まあ、それじゃねえかって思っておりますけれどもね。最近はフェミがですね、恋愛も結婚も許さないぞー、ミニスカート許さないぞー、胸を強調した衣装許さないぞー、噛みついてですね、特にあいつらが許さないのが専業主婦許さないぞーやってますよね。国営婚活サイトを利用する、好みの異性のタイプ、振られた回数とか全部記録されちゃうの、やだーって思う人多いんじゃないですかね。全部ね、公文書にされちゃってさ、こいつら80キロ以上の女性にばっか申し込んでるわーなんてバレちゃう。そのうちですね、警察がデータを捜査に利用させてください。こいつの好みの異性どんなやつですか、利用するような事態になるんじゃないかっていうところまで想像できますよね。国営婚活サイト作るっちったらね。まあまあそんな感じでですね。というわけでメール党員様、ポスティングボランティア様、ご支援も募集しております。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。